い、皆さんこんにちは、渡りぐるびしです。今回はゴンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。でギリアムが敵に囚われてしまったという情報を得たので、これからその救出に向かうというところから始めていきたいと思います。その前にアイテム、武器装備変えるところを見つけたので覗いておきたいと思います。でビームサーベル、ミドルビームサーベル、ロングビームサーベル、まあ、このあたりはねガンダムの装備になってくるかなと思います。さらにはねレザーグローブ、アイアングローブみたいなライダー系の装備、さらに言うとウルトラセブンの装備、こういうものもね、出てきそうで、まあ、しっかり武器装備を整えていきましょう。まあ、なんといってもやっぱりロングビームサーベルだな。これをガンダムで買いましょう。で、あと売っておく武器としてはノーマルリング、これ手に入れたので売っちゃいましょう。で3100か、何が買えるかな。でまずですね、ウルトラセブンは今このスターリングを装備してるので、まあ 1個ランクの高い装備になってるっていうことを考えると、どうだろう、うん、スチールグローブ、これ仮面ライダーに持たせたいんですが金が足りないので一旦このまま行きましょう。では装備を変えます。これをロングビームサーベルに変えて、あ、これ売ってどうだろう、まあサーベルが1000円もはしないかな。サーベルは、うん、533円ちょっと足りないですね。オールポーションか、すべての状態を回復、命のエキス、うん、これは取っておきたいよな。あとはそうだな、このリライブカプセル2、これ売っちゃいましょう。でその分を装備に当てる。スチールグローブをライダーに持たせます。これでまたライダーの攻撃力が上がってくれるはずだ。実はこのブラックですね、攻撃力かなり高いんですよね。それがさらに強力な武器を得たということで、まあ、アタッカーとして期待したいと思います。ではこの後ギリアム救出作戦に向かいましょう。ヌーベルにやってきました。誰かいるな。早速本郷、ようやく来たか、待っていたぞ。ライダー同士がここでまた共鳴するわけですね。僕もこの間ゼウスのメンバーになったんだ。なるほど、まあ、ゼウスのメンバーはアムロはじめ4人だけかなと思ってたんですが、それ以外に増えていってるんですね。ただ僕はまだ訓練が終わってからこの任務だけの特別参加ということですね。さてこれでまたパーティーが4人になったのかな。ではこのままショッカーのアジトを探しに行きます。はい、ショッカーのアジトがここにあると聞いたのでやってきました。ダンジョンになりましたね。敵は戦闘員と再生クモ男、ちょっと変わってるな。ビームサーベルの威力は上がってますね。ハイパービームサーベルになってるので強くなってます。でライダーはこちらも火力上がってますね。まあこれらの敵であれば新しく装備を新調したので余裕を持って普通の攻撃で進んでいけそうです。ではこのダンジョンを探索していきましょう。ライダー2人とガンダムで再生クモ男を攻撃すればノーマル攻撃でも2回攻撃で撃破できるかな。どうだ、強いな。ウルトラセブンもね、スターリングに代わって火力がちょっと上がってるんですけども、どうなんだろう、キャラクターの個性としてはヒットポイントが高くて、まあ攻撃力はちょっと弱いのかなっていうのがウルトラセブン。でライダーブラックはもうアタッカーですね。
ガンダムはバランスがいいのかなと思いますっていうご紹介をしたところで、せっかくなのでパラメーター確認していきましょう。アムロですが、現在はですね、レベル7、攻撃力が551、防御力が108ですね。続いて諸星だ、ウルトラセブンですね。攻撃力がやっぱり358ということで、ガンダムに比べるとだいぶ少ないです。ただその分ヒットポイントが高い。で、ライダーバック、攻撃力686はガンダムを超えてますね。ただヒットポイントがちょっと少ない、まあ、そういうパラメーター設定になっています。で、1号なんですけど、攻撃力がちょっと低めで、ヒットポイントもちょっと低めですね。これレベルの差だと思いますよ。他のガンダム、ライダーブラック、ウルトラセブンはレベル7なのに対して、ライダー1号だけレベル5ですからね。では、ショッカーのアジトに入っていきまーす。お前らはゼス。なぜここがショッカーのアジトだと分かった。こんだけね、ショッカーの戦闘員が守ってれば分かりますよね。さて、では突破して中に入っていきましょう。このダンジョンに入る前に、テクニカルポイントは病院で回復しておきましたので満タンでーす。さあ、ダンジョンの中普通に攻略していきますね。お、新キャラが出てるな、ハチ女に対しては、そうだな、ライダー2人で攻撃を当てて倒せるかどうか見極めていきましょう。ブラックの攻撃って526。で、ライダー1号の攻撃で228。これだと倒せないのかな。攻撃力も205となかなかに高い。まあ、3人攻撃当てて8女を倒すっていう感じかな。セブンで攻撃して8女撃破ですね。ヤモゲラス、また新しい敵キャラが出てきました。これも一度全力攻撃どれくらいで倒せるか確認しておきましょう。防御力がちょっと高い感じがしますね。2人攻撃で倒せるかなっていうところですね。まあ、やっぱセブンがちょっと攻撃力低いっていうのがあるんで、まあ、セブンは回復したりそういう話をしてたらちょうどセブンが粘ってるんで、ここはリライブ光線で回復しておきましょう。このリライブ光線もね、結構回復量多いんで、まあ、少なくても序盤、今に関しては、このリライブ光線で十分ですね。はい、倒しました。じゃあ、この要領で探索続けます。また新しい敵ですね。ゲバコンゾル。攻撃力が高い。まあ、こちらの防御力が弱いと言われればそれまでかもしれないんですが、確かにね、装備品の中でも武器は買い揃えましたけど、まだまだ防具っていう意味ではね、買い揃えてないので、ちょっと防具が弱いかなという感じがします。はい、おお、ここでみんなのレベルが上がってくれるのは嬉しいな。レベルが上がるとね、ヒットポイントが全開して回復の手間が省けますから。さあ、ゾル大佐発見しました。話しかけてみます。
来たな、ゼウスメンバーども、ここまでたどり着けたのは褒めてやる。しかし幸運もここまでだ。パワーアップした私の力、身をもって知るがいい。戦闘になりますね。ここは全力で行きましょう。まずウルトラセブンは回復リライブ光線を打っておいて、ブラックはパワーパンチで、アムロはノーマルショットで、ライダー1号は連続ライダーキック。これ全体攻撃かもしれないですが、ちょっと一回使ってみたいのでやりましょう。74、700だったのかな。ちょっともう一回連続ライダー攻撃は、連続ライダーキックですね、見ておきましょう。あとはウィッチ光線、これウルトラセブンの新必殺技ですね。ノーマルショットが使えない。そうか、175使うとガンダムアムロはテクニカルポイントが低いので、これ連発はできないんだな。ガンダムハンマーを使って78だよね。そうだよね、ちょっとライダー1号の連続ライダーキックは火力があんまり出ないな。まあその分といってはなんですけど、 H 光線が本当に強い。狼男も一撃の火力は高いですけど、連続攻撃が来ないんで、十分に回復が追いつきますね。まあ、苦戦という感じはないのであんまりしません。がだ、ウルトラセブンのテクニカルポイントがついてしまった。これは一旦ノーマル攻撃を当てて、回復しましょう。あ、連続攻撃来たな。ここで来ましたね。入れて撃破完了で、あまり危険性はなかったかな。連続攻撃が序盤から、続けてやられると危なかったかもしれませんけど、ではこの中にギリアムがいるということなので、救い出しに行きましょう。いましたね。無事だったか。すまたい、頭に血が昇って迷惑をかけた。そうだね、敵の捕虜になっちゃいましたからね。さて、ではこれでこのダンジョン攻略完了かな。ちょっと金幕がありますね。この左側まだ行ってないので、ちょっと覗きたかったんですが、開かないということですね。ではダンジョンから撤退しまーす。死神博士、貴様らゼウスか。ゾル大佐のしくじりおったな。死神博士に人質を取られてしまいました。しかも入り口を爆破されてしまった。別の入り口探さないといけないのかな。これがもうゼウス本部に戻って終わりかなーなんてちょっと思ってたんですけど、パーティーにはギリアスが戻ってきましたね。ギリアスもどうなんだろうな。ここしばらくの間戦闘してなかったんで、レベルが一つ他のキャラに比べると低いかもしれませんね。さて、ショッカーの基地に囚われたおやっさんを救出するために次の一手を確認していきましょう。ショッカーの死神博士に連れ去られてしまったおやっさんですね。
まあ、先ほどご覧いただいた通り、ショッカーの基地への侵入、まあ、入り口ですね。それが破壊されて入れなくなっているので、まあ、どこか抜け道がないかという話をしていたところ、その抜け道を教えてくれそうな会話が進んでます。パトラの方は探ってくれるということなので、まあ、我々はじゃあちょっと違うところ。怪しいのが一つあってですね。ここなんですね。もともとショッカーの秘密基地があったらしい場所なんですが、ここ。このじい様がいて入れないんですが。入れないな。ここ怪しいなと思ってたんですけど、このじい様がいて、この先に入れませんね。ではちょっと他の場所を探索しまーす。ん?怪しげな場所を発見しました。ショッカーがいるな。ここ絶対抜け道だな。この戦闘員を倒して、この抜け道と思われる場所を確保しましょう。で、ここから、おやすさんの救出に向かえれば一番いいですよね。入れそうだな。では、早速その抜け道から、地下へ潜りましょう。一本道であれば一番いいですよね。あ、来たな。寝てるな。この寝てるショッカーの戦闘員に対して、手荒なことはしない。連れ去られた人たち、まあ、おやすさんたちですよね。どこにいるか。この先の牢屋の中にいるということなんで、気絶させて、中に住みましょう。うん。戦闘員を、服を引っぺがして、戦闘員に化けましたね。光太郎が離脱だな。残りのメンバーで、ダンジョンの探索をします。で、光太郎の操作画面ですね。ここにダンがいるのか。これ交互に動かす系かな。結構ありますよね。RPG だって、そういう演出。光太郎を操作して、ショッカーの戦闘員が守るドアの前にやってきました。交代の時間をとっくに過ぎている。これで敵の戦闘が避けられるんだったらいいかな。ん?おやすさんたちがいるぞ。ちょっと開けてあげましょう。救出成功ですね。バレたのか。侵入者発見。侵入者発見。全戦闘員は C ブロックに集合。侵入者を見つけ次第撃退せよ。この侵入者っていうのはアムロたちかな。陽動を仕掛けてくれるという話になってましたので。さあでは、みんなを連れて脱出しましょう。わわ、俺だよ。まあ、このやりとりあと何回かありそうだな。
では合流しに行きます。見るからに怪しいところに出てきました。突入していきます。まあ、レベルもちょっとずつ上がってきてですね、使える必殺技も増えてきたんですが、その分消耗するテクニカルポイントが増えてきているので、まあ、雑魚キャラ相手にはですね、まあ、基本的には必殺技は温存しておいて、ボス戦でテクニカルポイントを一気に使い込むっていうね、まあ、ちょっとそういう戦い方をやっていっています。そうなるとやっぱり効率を優先するんであれば、装備品ですね、これの充実は欠かせないのかなと思うので、まあ、お金もしっかり貯めてですね、装備品、まあ、特に攻撃系の武器ですね、これをまた次の街で更新していけたらいいかなと思います。怪しげな中に入りましたが、まだダンジョン続きますね。ではさらに奥へと進んでいきましょう。何か聞こえる。何か集会のようなことをやっているようだ。何やってんだろう。ほう、こっからはまたショッカーに化けたおやつのパーティーだな。ではちょっと進んでいきます。話しかけても戦闘にならないですね。鍵がかかってるっていうことだったね。入れるようになっている。お、確かにここでなんか集会らしいことをやってるな。死神博士がやってきた。我々ショッカーの日がライダー大陸統一の日は近い。諸君のこれまでの苦労が報われる時が来るのだ。いい対岸成就を祈って、これから少女を生贄に捧げる儀式を行う。なんかいかにも昔っぽい儀式ですね。キャー、誰か助けてー。ここでアムロたちが来てくれればいいんだけどな。ここで正体がバレてしまうかな。血も涙もない悪党め、お前たちの思い通りにはさせん。この俺がいる限りはな。ということで、ここで変装がバレてしまいました。大混乱がになってんの。貴様ら、地獄大使の部下だな。まったくあの男は一体どういう教育を、ぶつ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 。まあ、会社の組織でもそうですけど、やっぱりね、その部のリーダー、部長がしっかりしてる部は、しっかりしてますけど、しょうもない部長さんだとしょうもない組織になってるなって感じますから。やっぱり組織のトップっていうのは大事ですよね。飛んで火にいる夏虫とは貴様のこと。この処刑の目的がおとりだったことに気づかなかった。これだけの戦闘にたった一人相手にするつもりか。それにこっちは人質がいる。そうですね。お、ここで諸星団がやってきたな。なんとか救出成功しましたね。トンとなってあの階段を使わずに団長へと飛び乗りました。さて、戦闘になるかな。戦闘にはならなかったですね。じゃあこれでまた探索続けましょうか。
さあ、アムロたちならですね、しっかりと女の子を送り届けよう。まあ、そういう任務になってます。疲れたとか言ってる場合じゃないだろうっていうのがあるんですけど。お兄ちゃんは正義の味方なの？まあ、アムロに関しては正義の味方っていう感じはしないけど。うん。クモ男だったか。戦闘に立ったな。アムロがクモ男。まあ、再生クモ男って別に強くはないので、倒せるかな。クリティカルヒット。この少女すらも、おとりだったんだな。ん？アムロと合流しましたね。では、このまま探索続けます。泣いている少女がいる。持病の尺が、ああ、お願いです。さすっていただけますか。これ罠でしょ、完全なる。いや、さすってなんかやらんぞ。ん、やはり死神博士か。ここで、戦闘になりますね。こちらも、うん、パーティーは全員揃ってますね。では、全力攻撃いきまーす。まあ、まず初回は全員、必殺技で、火力を出しましょう。ニュートロンビーム。強い。戦後への火力。ニュートロンビームは、テクニカルポイントの消耗が激しいので、まあ、連発はあんまりできないかなっていうのはあるんですよね。このあたりから、セブンは回復を織り交ぜていきましょう。アムロももうノーマルショットが使えなくなってる。消耗が激しいな。ニュートロンビームをここで使うともう連発はできなくなりますね。ただ戦後への火力は魅力だからな。この後はもう肉弾戦に移行ですね。じゃあしてるんで、今回はウェッジ光線使っちゃいましょう。ブラックはまだまだパワーパンチ、うん、連発効くな。まあ、ガンダム、ロングビームサーベルに変えておいて正解でしたね。もう一回ウェッジ光線行く。うわ、400超えの攻撃力か。撃破しました。さすがに経験値持ってるだ。く、やはり、まだ力が戻らんか。すでに我らショッカーもほぼ壊滅。COC がこの勝負預けたぞ。ということで、撤退していきましたね。はい。出てきたところで警官から、お願いします、助けてくださいということで、また救援を求める声が届きました。バスジャックが幼稚園でショッカーの人質を要求しています。つまりショッカーの生き残りが幼稚園のバスをバスジャックして身代金か何かを要求しているわけだな。そうです、そうだよね。さっき何言ってるかよく分かんなかったので、ショッカーの怪人は手に負えません。協力をお願いします。
ヌーベル市内の廃棄されたビルに立てこもっている、幼稚園の子供たちを人質に取っていますね、くれぐれも慎重にお願いしますということですね。まあその幼稚園のバスジャック犯をじゃあちょっと退治しに行きましょう。さあバスジャック犯がいるのはここだと思うんですが、ちょっと長くなりましたので今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回そのバスジャック犯の撃退からやっていきたいと思います。